鏡から出現する液体がなくなり空中に成人女性一人分ほどの液体の塊が出てた。あなたが立ち向かおうとしている存在が本能的にこの世に存在してはならない存在だと感じたあなたは成功で HD20、失敗で HD100 の3チェックです。あなたは HD100 を切って30以下を出せば命中して液体が消滅する。その場合は動画を最後まで見る。外れた場合はイドラと戦闘になる。イドラ STR20CON40SIZ12DEX18APP 変身前の液体状態のため通知なし技能融合95回避できなければキャラロストです。液体は消滅した。あなたは理不尽な現象に勝利した。やってやった。大男とケビン教授が気絶しているなら22の動画に移動する。片方でもロストしている場合は最後まで動画を見る。しかし、もはや立っている気力すらなくなっていた。後に屈強な男たちにあなたは保護された。回復した後にあなたは病院から退院した。しかしあなたにはどうでもいいことだ。ジェシカもケイン教授もいなくなってしまった。どういうわけかあの事件どころか二人の情報すらなくなっていた。あの事件の後に何か声を聞いた気もするが思い出す記憶もない。すべてがなくなってしまった。今でもケイン教授とジェシカの顔が浮かんでくる。いつかは二人の顔も浮かばなくなるのだろうか。今のあなたにできることといえばベッドに寝転がり天井を眺めることだけだ。